どうも、アフリカ TV です。今日もですね、ありがたいことに質問いただきまして、なんでそんなにアフリカビジネスにこだわるんですかっていう質問なんですよね。これ非常にいい質問で、おそらくその質問してくださった方は、私がアフリカが好きだからとか、まあなんか理由があって、アフリカビジネスにこだわってるみたいなね、イメージをね、かなりお持ちだと思うんですけど、今日はですね、なんで私はそんなに日本の会社はぜひアフリカに進出すべきだみたいなことをね、ずっと言ってるかっていうのをお話ししていきたいと思います。でね、結論から言ってしまいますと、日本企業がアフリカにこれから進出していくべき理由っていうのはですね、もう一個しかないんですね。日本の人口減少をカバーするためっていうね、これだけなんですよ。まずじゃあ逆に言うと、今は日本の会社がなんでそんなに海外進出する必要がないかっていうことをね、まあ海外進出する必要あるんですけど、正直ね、海外進出全くしなくてもまあまあ稼げるはずなんですよね、日本国内だけで。でこれはなんでかっていうと、日本の人口っていうのは世界の各国から見ても結構多い方なんですね。まあ1億人強ですよね、今あの日本の人口あると思うんですけど、1億人を超えている国というのはね、世界で10カ国ぐらいしかないんですね。中国、インド、アメリカとかね、人口も多くて経済としても発展しているという国って、まあたくさん挙げられると思うんですけど、意外とですよ、1億人超えている国っていうのは非常に少ないんですね。でかつ、まあ経済的にも発展している国っていうと本当に一握りになってきます。でその中で日本って経済 GDP の規模で言ったら世界3位なわけですよ。でこれはね、一人当たり GDP じゃないんですよね。1億人の GDP なんですよ。なので一人当たり GDP というのは日本は実はそんなに高くないんですけど、まあアメリカとかね、中国も実はそんな高くないんですけど、ただ人口がまあまあ多いので一人当たり GDP そんなに高くないのにカバーできちゃうんですね。まあその国自体の GDP のランキングで言うと、まあ1位はアメリカですよね。で2位がチャイナで、3位が日本なんですよね。近い将来抜かされるって言われてますけど、でも今のところ3位なんですよ。っていうことは、別に日本国内だけ、要は日本人だけに向けてビジネスをしていても経済のレベルとしてはかなり高いので、日本のその GDP っていうのは、なので十分に稼げちゃうということなんですね。ただこれ私がいつも日本の会社そうそう海外に目向けるやばいよとこう言ってるね、理由もあって、日本の人口っていうのは実はもうピーク過ぎてるんですよ。なので今は減少を続けてるわけですよね。今現在でいくとそんなに減少スピード速くないです。なのでまあずっと横ばいみたいな、ずっと1億2、3000万人みたいな感じなんですね。ただこれがですよ、高齢化社会来ますね、今後。で生まれる子供の数っていうのはどんどん減ってる状況ですよね。ということは、まあちょっと言い方悪いですけども、亡くなる人数の方が生まれる人数より増えてきます。ということはどんどん減少していくと、高齢者の人口がどんどん増えていて、若年層の人口が減っているという現象では、どんどん人口で減ってきますよね。要は増えるスピードはどんどん遅くなって、減るスピードはどんどん速くなっているということなので、人口どんどん減ってきます。2050年には1億人切ってきます。で2100年ぐらいにはもう最悪の場合5000万人ぐらいまでなっちゃうっていうね、そういう推計が出てるわけですよ。で5000万人ってなるとかなり低いんですね。まあ、要はアフリカのほとんどの国がまあ2000万人3000万人ぐらいのレベルで推移してるんですけど、まあ、それよりちょっと多いぐらいのレベルになってきてしまうんですね。なんでそれまずいかというと、じゃあ別にそんなまずくないじゃんって思われた方もいると思うんですけど、いやだってアフリカのほとんどの国は2000万人で、日本が5000、6000万人なんだったらそっちでビジネスやった方がいいじゃないかっていう話もあると思うんですけど、その頃にはそうじゃないんですよ。要は世界の人口は増え続けてる、でも日本の人口が減り続けるっていうことは、世界の人口における日本のプレゼンスがどんどん下がっていくっていう状況なんですね。で一方でアフリカっていうのはその世界の人口ガンガン増えていく中でもやっぱりめちゃくちゃ増えてる地域なんですよ。現在のアフリカの人口もう12億人ぐらいですね。でこれはもう中国とかインドと同じレベルですよ。って考えた時に、経済の、ね、レベルはまだちょっと置いておいたとしても、でも市場としては12億人もうそこで行けちゃうわけですね。アフリカに行きますってなると、まあアフリカって言ってもそれで54カ国もあるんで、そう一つになるにはいかないと思いますけど、まあただ人口ベースで言うと、まあ現状日本が1億人だとして、でその12倍すでにいるわけですよね。なのでやっぱマーケットとしても12倍ですよ、純粋に。はい、なのでアフリカさえポンと入っちゃえば、まあ、マーケットも単純にでかいと。で今後例えば50年後100年後となって、日本のプレゼンスが下がってきた時に、どんどん人口が増えてるアフリカっていうのがあった時に、で経済なんて、ね、絶対ついてきますんで、人口が増えれば、はい、人口が増えてんのに経済今のまんまですってことは絶対ないんで、日本でもね同じ現象あると思うんですけど、あここの地域人口増えてるってなったら余計人集まってきますよね。で人が集まってくるってことは商業施設とかできたり会社が進出してきたりするわけなんで、経済としてはより大きくなりますよね。で人口が減ってる地域、日本のね地方都市とか想像してみれば分かると思うんですけど、日本の地方は人口がどんどん減ってるんで、新しいお店、ただねシェイクシャックとかねハンバーガー屋さんとかあると思うんですけど、これをわざわざじゃあ日本の地方に進出するかって言ったらしないですよね、人口が減ってるんで。なので人口が増えてるところはどんどん増えていく、人口減ってるところはどんどん減っていくっていう現象が起きるんですね。なのでアフリカもこのまま人口が増え続ければ多分経済もついてくるんですよ。はい、なのでまあ30年後、例えば2050年とか2100
100年を見据えた時に日本だけで勝負してる会社がその時にアフリカに行こうとしたらもう遅いんですね。日本っていうプレゼンス、要は日本のブランドが下がった状態で出ていくと、今世界3位ですよ、アメリカ、中国、日本。だから今は出ていきやすいと思うんですね。なんですけど、それが2050年になった時に日本の人口が1億人切っている。一説によるとね、アフリカの人口っていうのは2050年で25億人になるって言われてるんです。日本の、ね、人口が1億人切ってくる時にアフリカの人口は今の倍になってるんですよ。これは今出た方がいいですよね。絶対まだ10億人の時だったら手打ちようがありますよ。でも人口1億人切ってる国の人が25億人の市場のところに出てくるのって大変ですよ、絶対。なので今なんですね。はい。なのでその質問者の方の質問、非常にいい質問だと思ったんですけど、私がアフリカ、日本企業がアフリカに出てった方がいいよと思ってる理由は2つあります。1つは純粋に私がアフリカビジネスに興味がある、アフリカの人のために何かなることをしたいっていうのが1つと、もう1個は、まあ、今後のね市場っていうのを考えた時に日本だけで勝負してると結構きついよってことですね。なので人口が今後例えば倍になる市場があるんだったら絶対そっちの方がいいですよね。減ってく市場で勝負するんじゃなくて倍になる市場で勝負していけばいいわけですよ。はい。その方がねビジネスって簡単だと思うんですね。なのでこういう視点で私は日本企業の人はアフリカにもっと目向けてくれってずっと言ってるのはそういうことなんですね。はい。でも日本企業の方はいやお前まず誰やねんみたいな、アフリカハードル高すぎるやろみたいな感じなんですけど、実はアフリカっていうのはハードル日本より低いんですね。で以前お話ししたんですけど、アフリカっていうのは要は法律も割とこれ言い方あるですけどズルズルスも既得権益も日本と違うんですよ。なので例えば教育だとか、ね、医療とかね、交通とかこういう分野っていうのは日本で今例えば民間の小さい会社が出てきても入れないですよ。もう既得権益バリバリに日本国内のね縛られちゃって。だけどアフリカっていうのはまだそういう既得権益が強くないんで、日本のそういう得意分野が簡単に向こうに持ってっただけで勝負できるんですね。日本ってもう競合が100社いて、ここはねこういう特徴があって、ここはこういう特徴があるんで、うちはじゃあここで勝負しましょうみたいな、いろいろ考えなきゃいけないですけども、アフリカも考えなくていいですもん。ないんだ、そもそもないことを、ただ今日本でやってる当たり前のことを向こうで普通にやるだけ。当然ねローカライズは必要ですけども、まあ、そんなにサービス内容をガラッと変えて進出する必要はないわけですよ。なので簡単なんですね。この簡単さがねなかなか伝わってないのが私非常にもどかしいんですけども、まあちょっとでもね少しずつでもいいんで、アフリカに興味持っていただいて、ちょっとでもチャンスあるなってこう思っていただける会社さんがね増えればいいなと思ってます。はい。じゃあそんな感じで今日は長くなりましたが、以上です。じゃあそんな感じでまたお会いしましょう。アビアント。